それでは早速前半戦を振り返ってみましょう。今回のゲストはパチンコ一生分クライマックスより人気沸騰中のお二人、セレブ大鳥さんとヒラヤマンさんをお招きしてのレディースバトルで、朝一はアキちゃんと一緒にモンキーターンの島で実戦開始。投資3000円、73ゲームの ARP に引っかかるも2連で終了。その後は16ゲーム、27ゲームと ARP に入りますが2連と単発。その後かなりハマって980ゲーム、追加投資2万1000円で ARP。 しかしこれも出玉が伸びてくれず428ゲームでやめ。パチンココーナーで大好きなクーちゃんに癒されるため1台目を打ち始めますが、周りが悪く500円でやめ。お隣の2台目では投資1000円で大当たりをゲット。そのままポンポンと3連チャン。なんとか出玉を作って後半戦に臨みます。はい、アキちゃんも朝一はモンキーターンで勝負のはずが、朝から378ゲームハマってしまい、パチンコの新海アグネスを経て北斗ケンシロウに着席します。投資5000円で激アツのキリン柄から昇格七図柄をゲットするものの、これは単発。続いて175回転でまたまた昇格したあたりを ST 連につなげ、都合5連チャン。約9000玉の出玉を確保した後、ルミちゃんの隣でクーちゃんを打ち始め、現在2代目のクーちゃんで実戦中です。アマデジで出玉を増やしてからマックス、ミドルへと渡り歩く作戦だというセレブさん、朝一のアマ巨人で早速やってくれちゃいます。投資4500円、100回転でゲットした大当たりから引き戻しや15ラウンド昇格を含め、なんと都合12連チャン。1万発近い出玉をゲットしました。それから作戦通り戦国無双へ移動するものの、当たりがなく残り3箱に減らしていって、マクロスに癒してもらうということで、後半はマクロスで実戦開始です。しかもルミちゃんは渋いとこ行ったよね。朝一は刑事円で実戦開始。しかし2台打って当たりもなく7000円使ってしまいます。セレブさんの作戦のようにアマデジでと打ち始めるも500円でやめ。たどり着いたのは初スロコーナーの緑どんちゃん。初当たりは5500円でレギュラー。その後 ARP を一度引きアマギモードへ。724ゲームでゲットしたレギュラーからミリーをゲットし、その勢いで松明どんちゃんもゲット。さらにはロケットモードまで引いちゃって超ノリノリ。後半は ARP 中からのロケットスタートでいっちゃいます。ね、一時はどうなることかと思ったんですけど、前半戦の結果はこんな感じになっております。投資が少ない分わずかながらもゲストチームが有利に見えますが、何があるかわからないのがパチンコパチスロですからね。果たしてどちらのチームが最後に笑うのか、早速後半戦スタートしちゃいましょうか。それではここで番組ルールの説明をさせていただきます。実演時間は前半4時間、後半4時間の計8時間。完全自腹のガチンコ勝負です。2対2の乗り打ち対決とし、実戦終了時の合計収支で勝敗を決定します。実戦終了時に活変中、時短中、ARP 中だった場合、1時間まで延長猶予が可能です。出玉共有が可能なホールの場合、チーム内での共有実践はもちろん OK です。負けたチームには超絶罰ゲームが待っております。そして相手チームより収支が上回っていた場合でも、結果的にチーム合計収支がマイナスだった場合、番組的にはそれは勝利と認めということで、勝利チームのどちらかの方にも罰ゲーム執行。明るく厳しいレディースバトル、最後に笑うのはどっち？それでは皆さん頑張ってくださいね。後半戦頑張ります。後半戦は時短からだよ。1000円でヒットしたくーちゃんは4連して現在時短中。カモン、回る回る、回りがいい回りが。そこにあきちゃんがやってきました。困ってんの？何打とうか困ってんの？迷ってんの？
ちょっと高田見てたらちょっと高田打ちたくなったから残り1台の高田組をちょっと試し打ちしてみたいと思います。てなわけで、あきちゃんも高田を打ち始めるのですが、2回しか回らなかった。500円で2回しか回らなかった。さよなら。やってきたのはエイベックスつながりで鮎の島。じゃあこれでこっち頑張ります。はい、ということでそれでは後半戦も引き続きミドルゾーンを打ちたいと思います。まだあの ART がどのぐらい続くかわからないんですけど、とりあえずこれを消化してちょっと回したらもう違う台に移動しようと思います。とりあえずミドルゾーン頑張りたいと思います。ART 残りゲーム数は40ゲーム。ひらやまんさんはどこまで伸ばせるでしょうか。さあ後半戦もスタートしましたが、アユいいんだよな。アユの首にも惹かれるんだよな。さすがアキちゃんは反応がいいというか、コーダを見てテレビさんも前半戦のアマ巨人で作った持ち玉でマクロスを打ち始めます。時短消化中のルミちゃん、70回転ほど回したところで、おー当たった、びっくりした。シュンシュンって顔を想像してたから、青いでした、青いやつでした。あんなに一生懸命叩いたのに。残念ながら昇格ならずでしたが、無事大当たりをゲットです。終わってしまった。うちも便乗してパチンコを打ちたいと思います。ちょっと浮いた、すごい楽しい、楽しい。なんかみんなね、3人ともね、この列で打ってるの。あー、じゃああなたもここら辺で。でもこの列で打つのないから、どっか、うちは仲間外れでどっか行ってくる。いいよ、バイバイ。バイバイ。頑張って。あ、でも戦国武装やりたいし、これやります。はい、ということで、次に打つ台は、戦国武装のマックスタイプです。このセレブさんとお揃いのたぬきちくんをゲットしたばかりなので、たぬきちくんにあやかって頑張りたいと思います。というわけで戦国無双で実戦開始。あ、そのじゃない、ゼブラ、あ、赤か。スベベ、あ、ヒジタ、ヒジさん、ギジさんからのゼブラ、これはチャンス。あ、なんか 敵はいまいち。激圧って言った。あー、軍も出た。これ槍出ればもう槍、槍、あ、これ当たん、当たる、当たりますよこれ。軍とゼブラとこれが3つ出ました。ギジさんからゼブラプラス軍プラス槍ギミック。ではじっくり液晶に注目だ。当たりでしょこれは。嘘、3つも揃ったのに復活とか
と興味があるからもうちょっと打ちたいけど他の台の方がいいのかしら。32回転でアユをやめたアキちゃんはアマデジのアグネスへ大移動。はい、それではアマデジを一人アマデジを打ちたいと思います。ああ、せっかく巨人の星さんがいっぱい出してくれたのに。移動します。なんかな、最初の何回転かは回るのにな、いつも。激アツリーチを外した戦国無双は投資4500円にて終了。座ってすぐにまたまたチャンス。お、まあ、北斗は結構びっくり当たりあるからな。でも後半には行きますね、とりあえず。しません。おお、キリンだ。ああ、あらららららら、ら貴様の執念だね。そんなもの、今日は柄と相性が悪いみたい。ゼブラも外したし、キリン柄も外れ。330回転ほど回したところで、あ、赤飛行機、赤飛行機、赤シャッター、ラストチャンス、ラスト、赤だし、こんないいよ、ラストチャンスだよこれ、ラストチャンス。1連、いや、約、第2形態、これもう疑似連ないけど、ラストチャンスだ。落ちろ、落ちて、ラストチャンスでしょこれ。あ、白タイトルでストーリーでも一番弱いな。いける、大島なら DJ 大島とは違うところを見せてくれ。あ、会おうか。ラストチャンスだった。何が男だ。かっこいい。これ。ロックだ。演歌だ。お前、俺が守る。かっこいい。338回転、持ち玉ギリギリでやっとこさ大当たりをゲット。果たして昇格は？お見事、格変昇格。このね、マグロス何がいいって、この格変中のこの変動、このラウンド終わったままの音楽で入っていって、この変動かっこいい。
この格変からデカルチャーしまくりので一気に5連チャン乗ってきましたよ。これはもうね、ドライトでしょ。トライアングラー、お前がどうしてもと言うなら今日一日くらい。今日のセレブ大取り、一度当てたら止まらないんです。その後またまた4連デカルチャーで都合9連チャンをゲット。すんばらしい。まあまあでもここでもまだ潜伏の可能性はなくはない、なくはないんです。まあないでしょうけど。連チャンはここで終了しましたが、十分な出玉を確保しました。終わっちゃうよ、終わっちゃうよ、終わっちゃったよ。はい、今1枚入れたところで219回転ですか。周りはいいんだけど当たんないっすね。天海アグネスに手こずるアキちゃん、回転率はまずまずなのですが、あ、今日初めての魚群、魚群来ました。これは当てたい。当たった。1万1000円使ってやっと当たりました。打ち始めから225回転でようやく大当たりをゲット。あっさり、本当にあっさりと終了。なかなかうまくいきません。ヒラヤマンさんのラオウは140回転で1回の小当たりを引いた後、10回転ほどで、おー、2枚いた。うわー、2か。でも面白いしな。7か。7はダメだよ。まあ、何かしらには。再びのキリン柄、今度こそお願いします。よし、やった。やりました。投資8000円、11回転で7図柄をゲット。やった。バトルにケンシロウをチョイスしたヒラヤマンさん、ここから2ラウンド各編を含み都合7連チャンさせていきます。よし、16。ないとなと思ってたけど、なんかこれ楽勝な雰囲気じゃね的な。その残り時間を考えたら、まあ、銭形でお茶を濁そうかなと思います。神吉君もいる。
ね、お座り、たるきじくん座って待ってて、ここで今送るから。というわけで、戦略家のセレブタ母さんは無理をしないようにということで、銭形平次へと大移動。いいなぁ、私も銭投げたい。高田組を打ち続けるルミちゃんは290回転ほど回したところです。あ、赤い赤い、あー、クーちゃんだ、クーちゃんだ、ちょっとこれを見よう。フィーバー、フィーバー、フィーバーなし、フィーバーなしですよ。いやー、あっちあっちよ。コーダー愛が台に伝わり、293回転で各辺大当たりのお返しプレゼントゲット。クーちゃん可愛いよ、クーちゃん。続いて2連チャン。あ、ライター、開いたよ。そして3連チャンし、バン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 、目尻吐いた、あなたのことに生まれ、もうピカってなんないよ、終わっちゃうよ。ノリノリのルビタンであった。帰ってきたパチンコ絵心選手権。はい、このコーナーはパチンコパチスロの人気キャラクターを己の記憶力のみを頼りとし描いてもらいます。今回も始まりました、帰ってきたパチンコ絵心選手権。このコーナーでは出演者の皆さんにパチンコパチスロに関するキャラクターを自らの記憶のみを頼りに描いていただきます。もちろんカンニングは禁止。そしてそれぞれ立ち上がった作品を発表し、審査員の方に順位をつけていただきます。最下位だった方には絵が上手になるというセンブリ茶を飲んでいただきます。それでは皆さん、絵心披露しちゃってください。はい、今回のお題はこちら。2011年最後の絵心選手権、ズバリお題は本コーナーでも伝説的絵心をご披露くださったご存知美和子さんです。パチテレをご覧の皆様には説明するまでもない人気ライター。パチンコ必勝本クライマックスをはじめ、美和子のラブファイターや各種テレビ番組などでも大活躍中です。絵心画伯そのものがお題になるという今回、万が一にも画伯っちゃったら今後リアルにいろいろと影響がありそうな予感が。それでは皆さん、ビクビクしながら頑張ってくださいね。答え合わせ、はい、答えはこちら。かわいい、何これ、かわいい、洗剤だね、ちゃんとスタジオで撮ってるわ。こんな顔見たことないし、ない、絶対しない。しないよね。絶対するわけない。こんな可愛い顔しないよね。いい好きな男の前でしかしない。じゃあ平山さんから見せてください。はい、うちはですね、髪を切った直後の美和子さん。髪切ったの？最近髪を切ったんですけど、その直後の美和子さん。はい。可愛い。可愛い。ムカつく。なんで髪切ったの、聞いてくれへんの、突っ込んでやって言われたんです。うん、何これ、超可愛いじゃん。言ってた。うまいね。そう、うまいな。なんかやり口が汚いよね。なんですか。だってやってないもん、ほら。もう全部しかないと思ってるでしょ。だって可愛いじゃないですか。写真は。可愛いけど、だってさ、俺ってわかんないよ。このコーナー、いつ
もは私が寸評させていただいているのですが、今回はせっかくなのでこの方のコメントをいただいちゃいましょう。それではお願いします。いらよ、いらま、なんでかぶってたのに見てくれへんの。ツッコんで、ああ、ゆた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 。そう、髪の毛を切った時になんか誰も何も言ってくれなくて、確かに平山にそういうことを言いました。え、ちょっと面白くないですね。なんかもうちょっとこう遊んでほしかった。優等生な感じだった、当たり様に。でも可愛く描いてくれてどうもありがとう。あと1枚あげるね。はい、じゃあ行きます。じゃやばい、やばい、現実の世界だ。これ、あのね、仮面ライダー撃ってた時こんな顔してた。あとね、聞いたんだけど何も起きないで74回回っちゃったみたいな時こんな顔してた。あとね、呼吸を止めるんだとか喋ってたんだけど途中、あの 70ぐらいから止めすぎて脳みそにくってね、先月になっちゃった。なんか黒一色だとあれだね、怖いね。なんかそう、そう。え、私可愛いと思うけど、ダメ？ダメなの？目うつろだ。目がうつろ、そらそうだよ。だって何も出なかったと思う。何も出。何もで、ゆうゆう、何もで、しかもなんか三拍眼なんですけど、どうしたよこれ。三拍なんですよ。しかももうちょっと色使おうや。いつもなんか自分なんか色ばっかり使ってさ、色とかばっかりしてるくせにさ、何この白黒な感じ。でも若干、あ、若干いい、いい、これいい。はい、じゃあセルブさんお願いします。いっちゃう。何言いたいの。見せろよ、見せろよ。じゃあ酒持ってこい。あー、そうね、ないよ。髪の毛巻いてるでしょ。酒飲んでこい。なんかお化けみたい。だってお化けが琵琶湖が言うぐらい。なんで3回とも唇赤いの。こんな唇赤かったっけ。いつもはリップクリーム塗ってる、うん、リップ塗ってるから。なんかすごいよね。口先女みたいな。これだって同じ人だぜ。同じ人描いてんだぜこれ。同じだよ。いや、いつもと一緒なんだけどさ、すごいよね。なんかすごい、172センチもあるんだ。そう、でけえや。すごいでしょ。で172って書くなよ。これ私差し押してて、交渉が170なんですけど、本当は172になってるね。逆さわよびビール。あ、これセレブか。あー、まあちょっと年齢を書かなかったのはまあね。はい、じゃあ鳥はアキちゃんお願いします。はい、ひどいそれ。チーボー伸びた。ひどいよそれ。もうスナッチのさ、これ私ね、でもチリチリパーマちゃん、チーボーめっちゃチーボー伸びた。いや、そうだよ、カッキーよ。チリパーマの女が言ってることを、髪の毛巻いてるかなって言ってたよ。パーマかけてたイメージは。パーマすぎる。いや、ラーメンとしか見えないな。でもさ、でもさ、あーちゃん、ベルスターだ。今までね、あーちゃんの絵を見てきた人は気持ちだなと思ってるよ。なんかね、こう描いてるうちにね、どんどんグレーみたいになってたの。どんどん目から描いてて、やばい。宇宙人だよ、それも。どん。ほんま、こんな茶髪やないで。これ、これ、なんつうの、どっかのチーママみたいな感じですよね。なにこのブルーのアイシャドウと。ちょっと悪い感じがする。しょうがない。いや、しかもこんなクルクルちゃうし。ああ、クルクルクル。審査発表。パチ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 。はい、今回の審査員はドキワクランド新座店の社員の方で川村さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらが例の岩子さんです。例の。で、はい、我々4人が一生懸命。あの、うん、書いたのでなんとか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 お願いしました。じゃあはい、オープン。オープン。みんなオープン。見えるよね。はい、はい、この中で、はい、えっ、ー、とな、え
美和子さんかなと思うものや、まあ、単純にその自分はこれが好きですとかでも何でも理由は結構なので、まず第1位を決めてください。わかりました。第1位ははいこちらの絵です。やったー、やったー、やったー、順当だと思うよ。1位を決めたと思うよ。はい、理由お願いします。はい、理由はコロナ禍で一番うまいからです。間違いない、間違いない。やったー、じゃあ、はい、やってられちゃったよ。まあ、並べざるを得ないよね。はい、それでは第2位をお願いします。はい、第2位はこちらです。あー、それはないよ。嘘、それはないよ。いや、もう川津田さん、こう高いでしょ。じゃあ理由をお願いします。絶対ですか。いや、この中でなんか漫画にしたら出てきそうな形だったので。よく知りがないよ。いや、髪の毛ラーメンだよ。ラーメンじゃねえ。ラーメンでしょうよ。はい、残るは2枚なんですけれども、第4位を最下位を選んでください。プレッシャー。7位を4だよ。第4位はこちらで。よーし、よーし、よーし。ちなみに理由をお願いします。よーし、よーし。はい、もうなんかやる気が感じられない。はい、ありがとうございます。やる気の感じられない美和子さん。はい。罰ゲーム。2011年最後のトリを務めていただくのはやっぱりこの方、二階堂ふみさんです。超うまくね、マジ超うまくね。絵としてはうまいと思うけど、だってこういう顔するでしょ。あのね、美和子さん見たら絶対喜ぶと思うよ。見てるよ、きっと。よく描けてるでしょ、これ。はい、いただきます。でもね、本当にね、上手になるよ。なるなる、体もいいもんだって。はい、いただきます。飲めんの？あーあー、うらやましい。くさ、あたしくさい。あたしこんなに一生懸命くさい。ポールさんの評価と、まあ、私の評価は全然違うと思うんですが、入らないし、いや、よく見てるなと思いました。あの、ルビちゃん、なんもで、この一言にこう集約されますよね。言うもほんまに。で、この表情も多分結構投資した後の目なんですよ。死んだ魚の目みたいな。で、よく見てるなっていう感じがして、うん、この3分ぐらいで描いた感じがすごく私の中にいいなと思ったので、1位にさせていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。喋って帰ろうか。で、2位なんですけども、まあまあこれはね、可愛い後輩の平山の可愛い子からいただいたんで2位にしました。1万円ください。これは出ないっていう話なんですけども、まあありがとう。目もキラキラしてますよね。そんなもん30過ぎたら目キラキラするかい。で、最後の最下位、こっちなんですけどね、これ。こっちだね。そうだ。ふざけんな。なんか、前、S1 グランプリの収録に一回お邪魔させていただいたんですけど、いや、このトレーディングカードをこう投げつけ合う。この、そうだ。バスへのシマバみたいな。はい。ハギオジゲ。さあ、そういう感じで、琵琶湖の祭典のコーナー、琵琶湖のラブハイター、毎週金曜日21時とか22時とか23時この界隈で放送しております。各週でございますので、はい、この日そちらも見てやっていただければなと思います。それではありがとうございました。ちょっとね、状況的にね、ミドルを甘くしたりをこう打ちに行かなきゃいけない状況になってるんで、そっちに行きます。よし、ケイチでも打つか。はい、それでは
アマデジで当たりを引けなかったくせにマックスに行って頑張りたいと思います。今年最後の絵心選手権では琵琶湖さん的評価が最下位だったアキちゃん。マックスタイプに座っている方がお似合いな気がしますが、果たしてどうしようこれはやめようかな。とりあえず今多分勝ってるし、ちょっと移動を考えます。じゃあアキラちゃんにしようと、その移動を見たセレブさんは、何あいつアキラ撃とうとしてんの。ヒラマンはおい、確率は甘いでしょ。あなんで中身甘くないよ。なんでいっぱい出るよ、あれ当たったらまあお任せするよ。なんでだ、もうだって私ね、ヒラマンとね、なんか機種の好みが合わないもん。アキラちゃん好きだよ。だって役物合体しないと当たんないもん。当たる当たる当たんない。あれ当てるから。当たんない。気が合わない。絶対当たんないよセレブさんとは気が合いません。じゃあ結構琵琶湖さんとは気が合うんですけど、セレブさんとは騎士の気が合わないんですよ。堪忍袋の方が何個あっても足りんわ。全然アユの方がいい。はい、ということでですね、次は中森明菜で実践しようと思います。なんで中森明菜を選んだかというと、うちが結構ちょっと前に好きだったっていうのもあるんですけど、ラウンド2位とかのランプがないんで、ちゃんと調べないとわからないんですよ。でもしかしたら万が一いる可能性もなくはないっていう理由でこれを選びました。頑張ります。セレブさんと小競り合いをしてでも明菜ちゃんが打ちたい平山さん。さてこの移動が吉と出るか凶と出るか。移動じゃ移動じゃ、人類大移動じゃ。というところで早速チャンス。あ、でも背景が出てる。ここで大当たりゲット。さらに、あー変わった。ここで変わるのは珍しい。すごいでしょ。すごい。好きなの。しかもね、ラウンド前に変わったの、各編に。ふーん、ふーん、そう、すごいね。なんで怒ってるの味方は味方敵敵だよ、こんな鳥柄なんてさ一緒に撃とうよ。やだ、アユは。そう、アユにしようかと思って。これいいんじゃない。あいつ飛ばすな。いいよいいよ、平山があんな調子だから、私はゆっくりアユで時間潰しでもしてよ。いつでもマイペースなセレブ姉さん、浜崎あゆみ物語で実践開始です。痛い痛い。なかなか良さそうじゃん。平山さん、ルミちゃん、セレブさんの持ち玉はこんな感じですが、ちょっと定ま的に厳しいんで、もうちょっと消化が早い台に移動します。コーダーはちょっと長いんで、で出玉的に、まあ、定ま的に姉妹が今、まあ、マイナスではないけど負けてるんで、まあ
ちょっといやマイナスだけど、うん、負けてるんで387分の1だけど、右打ちでまあ消化が早い鬼太郎さんかな、そこまで早いかどうか知らないんだけど、初打ちだからとりあえず打ってみます。くーちゃんを198回転でやめた後、持ち玉を増やす作戦で鬼太郎へ移動です。鬼太郎さん好きだけど、さてここからが勝負ですよ。やはり愛があれば大に思いは届くのか。ひらやまんさんはあきなちゃんパワーを見せてくれます。出玉あり大当たりは6回と大移動は大正解。見事出玉を増やすことに成功です。はい、良いですよ。ベテランファンになりました。円に座ったアキちゃんは2000円で4ラウンドあたりを引き、追加投資すること13000円。ここで薬物疑似連が発生。点で七図柄の大当たり。やはり勝負師、ここ一番の引きが違います。ここからはひとまず4連チャンで都合5連チャンをゲット。セレブさんは78回転で小当たりを160回転ほど回したところです。162回転、本人も不意をつかれた大当たり。大当たりの2連チャンしたところで終了のお時間のようです。お疲れ様でした。なんかもう最後打ち散らかした感があるんですけども、まあ当たってそんなにね玉減らさず終われたのは良かったかなと思う。まあプラス収支で、まあ結構丸台をちょこまか探しながら打てたので、満足してます。結果は結果で後ほど。はい、ということで、ね、もう秋名はねめっちゃ面白かった。今日はねもう一日全部朝から今まで全部楽しむことができました。ということで大満足したので一足早いですけれども、これで実戦を終了したいと思います。お疲れ様でした。後半戦逆転狙って林田君に同したはですが当たりませんでした。当たり前で、持ち玉を減らしての終了です。お疲れ様でした。
さてさて、一人延長遊戯に突入したアキちゃんの刑事エン、どこまで伸びているかというと、出玉が1万発を超えてきましたよ。さらに天下無双の16ラウンド大当たり。ノーラウンド確変が気持ちだったってこと。そしてまたまた天下無双、ぐんぐんと追い上げ都合11連チャンをゲット。いやー本当にお疲れ様でした。結果が楽しみですね。最後の最後に連チャンしてくれてよかった、本当によかったなと思います。お疲れ様でした。実戦終了。アキちゃんからもう結果を、はい、発表してください。はい、後半はスタボコかと思いきや最後の最後刑事が当たってくれ、連チャンシーンを総投資6万1000円、出玉2万1200円、収支がプラス2万3500円になります。すごい、でも6万使って、ね、帰ってきた。そこから帰ってくるのがすごい。じゃあ平山お願いします。はい、投資3万9500円、出玉パチンコの方が1万6068玉、スロットの方が1709枚、収支がプラス58500円です。おお、優秀。はい、出た。すごいすごい。アキナが、アキナが半端ないと、アキナさんがもうやってくれました。アキナちゃん、そうだよね、4万使ってんだもんね。そうです ね、よかった。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあセレブさんお願いします。はい、早口。投資が4500円、少ない。玉が9182玉で、収支がプラス32000円。そうそう、いつもと同じようにアマデジを打って玉を作って、で最後は平山が出てたのでもういろんな台を打ち散らかしてもう満足して終わりみたいな。なるほど、自己満。はい、ありがとうございます。すごいね、みんなプラスだね。私もプラスだとおめでたいね。ルミチンがプラスだと私は思っていた。終わる時まで私も思ってた。はい、どん。お姉ちゃんは、3万2500円使いました。はい、4920発でマイナス1万3000円でした。あのね、最後ね、あのほらアキナでいっぱい出せた人がいたから、私もちょっとあのいっぱい出るやつに移動しなきゃいけないかなと思って、でちょっと北郎さん座ってみたんですよ。北郎さん北郎さん当たりませんでした。北郎さん打たなかったらプラスでした。そうなんだ。はい、はい、というわけで、2011年最後のレディースバトルもゲストチームの勝利でした。イエーイ、負けた。おめでとうさ。結局最後も負けちゃったね。本当だね。バッケブー、パッ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 。はい、まずい新感覚っていうのがあるんですよ。まあ、我々はおなじみなんですけどね。そうして食べないから、まあ、あんまり関係ないんだけどさ、説明しなくてもいいと思うんだけど、ね、新感覚がいいです。まあ、そう、じゃあ君が食べたまえ。いいよ食べてもいいよ。新感覚食べさせてあげるよ。気になります。気になるでしょ。気になるよね。私も気になると思うよ。私ね、すんごい気になってる色があるの。ないどれ赤。私もいろんな意味で気になってる赤が。いろんな意味で。いやもうね、いいよ、赤にしよう。はい、はい、じゃあオペしてください。いきます。はい、わあ、辛い、きました。辛い。罰ゲーム。ちょいいね。1個多くないですか。なんか1個多いね。なんだろうね、うん、これね新感覚。あ、うちは興味あるって言ってた。そうからわざわざ用意して、そうすっごい興味ありそうだったからスタッフさんが一生懸命作ってくれました。いやでも勝ったんです。勝ったね。一番勝ったけど興味あるでしょ。
ちょっとあちょっとあちょっと食べてみたいでしょ。はあ、え、お、いいじゃん、美味しい。でもでもこっちの方が良かったな。本当、あのね、これもね、あのまだまだいっぱいあるから大丈夫だよ。全然全然大丈夫。あのこれこれおかずに食べてもいいしね。あ、おかずに、おかずに。そうね、辛いものもいいと思うよ。辛いのとご飯って合うしね。合うよね。合うよね。何が食べれていいね。いいね、いいね。お前うかつなこと言うなよ。ママ嫌なことはね、さっさと忘れ、あのもう本当最後だから。はい。役落としだと思って。行こうかじゃあ。怖いな。赤い、赤い。下にすごい染みてるよ。染みてる。半端ない。見て後ろ裏側。殺人的。なんだろうね。くれぐれもまずいだけは言わないでくださいね。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。お、お、うん。あ、うん。うかー。あのね、怒ったから、怒ったから、ここ、うかーい。辛い。ミラーマンがすっごい可愛い顔してこっち見てるけど、私もいてんだ、いてんだよ、超いてんだって。おいしい。ないよ、おいしいよ、そのそれが痛い。なんかね、違うの。何よ。予想外は。ああ、そう、新感覚だからね。痛い、マジで臭い。なにこれ。すげーニコニコしてる。痛い、もう痛い。ねえ、私唇腫れてない？赤い。すげー痛いんだけど。っていうかさ、一、うん、人だけずるくね。ずるいよね。ずるいよね。ずるいよ、一人だけ。おいしいよ。おいしいよね。おいしい、おいしい、おいしい。そうだよね。おいしいって、ほら、私は無理だよ。私は無理。おいしい。無理だって。しかも何この色。もうカメラの前でビヨンコさんがもう反撃。これ何これ。これね、これね、毒です。毒です。あの毒です。私今鼻で呼吸してません。あ、やばいよ、やばい。何これ、すごい。いや、ダメだよ、あれ匂い嗅いでさ。何だこれ。嘘だよ。嘘だね。これ、嘘じゃないよ。こんなのがね、存在するなんて私本当知らなかったけど、でも体にはとってもいいです。おいしい、セレブさん、おいしい、おいしい、おいしいね、いいね、いいな。まだ、痛くないよね、わかります、わかります、わかります。もう、大丈夫かな、いいじゃん、これ。本当だよね、あんまりほどけないよね、これやばいですよ、本当に。素晴らしい、セレブさんのおかげで素晴らしい。なんだ、取り納めになると思いますよ。はい、本当に。まあ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 セレブさんのもう一人勝ちでした。おめでとうございます。わかんない。わかんない。というわけで今回はこのあたりで、来年もまた見てね。バイバイ。バイバイ。